はい、今回見せていただいてますピアノが河合の US50 というね、機種になりますね。38歳のピアノですので、ちょっとねこの狂い方がですね、30何セントが狂ってきてますので、だいたい、セントというのはね、ドの音弾いて C の音が出るぐらい狂うと100セントの狂いになりますので、だいたいまあ3分の1以上狂ってるというふうな状態になりますね。こうなりますと調律するときに、弦をですね、ちょっと引っ張り気味に高い目に上げといて他の弦を合わせているうちにだんだんこう落ち着いてくるというかね、他の弦をね合わせてるうちに最初合わせた弦が狂ってくるというふうなね現象が起こりますので、見越し調律、それを見越して見越し調律というのをするんですけども、その時にねちょっと普通よりも高い目に引っ張り上げますので、弦に関わる負担というのが大きくなるわけなんですね。なので、その時にまあ38歳のピアノですので、おそらく、弦が切れずに戻せるかなとは思いますけども、もしかしたらちょっとね弦が切れてしまうということが起こるかもわからないですね。ピアノを移動される機会にもうね全部の弦を交換してっていうふうなことも、ちょっとまあ見積もりには入れさせていただこうかなと思ったりしております。それからこのちょっとねほこりがついたりような感じになってるのはですね、このキャッチャースキンとこの奥のね、ハンマーの付け根の、バットスキンっていうんですけど、この部分が、鹿側から合皮になった時で、その合皮のね質もそんなに良くない時代のものでしたので、こういうふうにね毛羽立ってきてね、パンとこうハンマーが跳ね返ってきた時にうまくキャッチしないとか、このねピコピコ動くジャックっていう部品がねうまく戻らないとかねいうことが、起こってきそうな感じですね。なのでバットスキンとキャッチャースキンっていうのは交換が必要かなと思いますね。でこのブライドルテープもねよく劣化することが多いんですけど、これは今のところしなやかに動いてるので、大丈夫かなと思いますね。あとこの鍵盤の下の横よりもちょっとねことこと言いかけてきてるので、まあうちの工房でね、お手入れさせていただくという場合でしたら、後からね鍵盤もこう外して持ち帰って修理することもできるんですけど、工房のある間にやってしまう方が、安く上がるので、されといてもいいのかなと思いますね。鍵盤の奥なんかもねこれホコリがいっぱい入ってますので、これ撮影の前にこれ外しといたらよかったんですけど、おそらく鍵盤の下とかもねホコリがいっぱいじゃないかなと思いますので、その辺の掃除とか内部の掃除とかね外装の方とかもうちの中古ピアノの整備メニューで、きっちり磨きもかけてね調整もちゃんとすればすごくいいピアノになるんじゃないかなと思いますね。ちょっと動きが悪いところとかね鍵盤の戻りが悪いとかねいうところもありましたので、これで、ちょっとねこういうところとかがね硬いのかも分かりませんね。ハンマーの動きはそんなに悪くないですので、多分鍵盤の方の動きが悪いのかなという感じですね。そういう調整とかもねきっちりしていったらロスになってますしね、これ鍵盤をねこう押さえますと、こういうふうに、ね、部品が動くんですけど、これ前の部品だけが動いて奥が動かないということになるとこれ遊びが多いんですよね。全体的にそんな感じですね。そういうところとかねハンマーの感覚も乱れておりますし、調整もしっかりすればねこれはもう本当にいいピアノになるんじゃないかなと思いますね。はい、いろいろと見積もりね考えるのも楽しいなと思っておりますね。はい、では外装の方も取り付けてチェックしてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。ずっとね置きっぱなしということでやっぱり外装の方もねところどころ埃があったりちょっと曇ってたりねしておりますね。河合の文字とかねペダルなんかもちょっとサビが出ておりますので、この辺も外装の方もねうちの中古ピアノのメニューできっちりとバフという機械でねこれ磨き上げれば新品の輝きが戻るんじゃないかなと思いますね。まあこの移動する機械にねこの黒の塗装を剥がして、出てきた木目をね生かして木目調のピアノに変えるとかねそういうこともできますので、過去にねそういうのさせていただいたピアノとかもねご紹介しながらお見積もりには入れさせてもらおうかなと思ったりしております。
こういうふうにね、あの手が映るんですね。これグランドピアノと同じ、鍵盤の蓋で譜面台が上につくタイプですのでね、河合の高級機種ですのでね、はい、もうピアノがいいですので、どう料理しようかっていう感じですよね。見積もりも楽しみなピアノになっております。